Hey, what's up? We just start Living English today. So, Living English とは、live、住むという live、英語の English を合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの私代表、渡辺秀和と、イギリスからケイティ、で、ケイシーから船越さんと山野先生、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、ちょっとスペシャルバージョン。今村先生を掘ってみよう、いじってみようっていう、はい、ことで今回はやっていきましょうか。はい、船越さんと今村先生はまあまあ仲良し。またでも入社ね、浅いですからね。まだしてない。なんか歓迎会とかはあったんですか。まだないですね。今から多分かけ越しの後とか、ここは落ち着いてからみたいな感じで。はい、じゃあ今回は質問をクイズ形式でちょっとケイティに答えてもらうような感じでやっていきましょうか。はい、ということで、どんな質問がいいですかね。まず、まあ、気になるのがお年やね。ね、What do you think? How old is he? How old is he? Ah, really? I hate this game. 25 はちょっと言い過ぎちゃう。ちょっと too much フラムさんは知ってるんですか。いや、知らない。大体年齢を知ってるわけでね。 26 いや、言い過ぎ、これ言い過ぎ。 31 31ってこともないでしょ。それも言い過ぎでしょ。なんかもっとごわすってこれはちょっとあれ、なんかヒントだよ。世代のヒント。世代のヒントですか。うん、世代、ドラゴンボールが始まったのは何歳ぐらいですか。ドラゴンボールが始まったのは、小学校低学年あ、でもこれあれだよ、ケイティヒントだね。どんなイギリス人でも分かるヒント難しいだろうね。まあ今のでも大体分かりましたけど僕はね、そうね。I think he's my age. How old you are either though? 僕の年もケイティ知らんっていう。That means now I have to guess your age and his age, right? Both. Yeah. So who is the oldest?It's three boys. Three boys. You are. Me? Yeah. I'm oldest. Yeah. Then second one. He is. Then youngest. Yeah. Oh, that was the most youngest. Am I right? Am I right? No. Oh. じゃあ答えいきましょうか。ドラゴンさん僕の2個上ぐらいだね。43です。あ、1個上なんだね。1個上、今年44ですよね。はい、はい、僕が1個下で、He's 43、mm-hmm. Then he will become 44 this year、mm-hmm. Then I'm 1 year younger. Just one different. で、問題が、はい、今の先生どこに。So you said I'm oldest, right? He's youngest. But you're basically the same age. It doesn't help with anything. Yeah, yeah. Okay, let me think. 44. 44. Yeah. 答えは? 43. 43? Ah, じゃあ一緒なんですか? あ、いや、一緒ですね。僕と一緒、あ、もう誕生日になった、51年生まれ、あ、同じ年です。We are same age。 これ年だけでちょっと尺取りすぎて。はい、というこんな感じで岩村先生をちょっと持ってみた、年齢だけ聞いてみたっていうだけで、はい、じゃあ次こっちもしておきますか、これ、はい、もう一問、もう一問いきますか。もう一問、何がいいかな。
出身とかってことですね。出身。趣味とか。趣味。出身聞いてもらってあんま分からない。あ、そうか。趣味。So what do you think? His hobbies are. Hobbies are. でもさっき言ってたよね。聞いてたかな。He did say. Yeah. I was listening. your hobbies were. But it's okay. So you can guess another hobby or anything. Well, listening to music. Yeah. Soccer? Yeah. No. Soccer? Yes. Soccer? Football. 学生時代。遊びではしますよ。遊びでは。フラワーアレンジメント。フラワーアレンジメント。見た目がね、見た目の趣味ね。あ、もちろん面白い。Really sorry, I forgot everything. フラワーアレンジメント。Yeah. So, do you like your type to do that flower arrangement? No. タイプちゃうんだよ。なるほど。じゃあ答えを。答えはあとはトラベリング。旅行ね。はいはい。とあとはランニング、マラソン。マラソンやったの。マラソンやった。どれくらいの頻度でどれくらい走ったの？あ、でも去年から始めたんですけど、もう last year。でもフルマラソンは3回です。1年間で3回っていうことは、40キロかける3回走るの。120キロ走ったんですね。わあ。タイム。タイムが、まあ、5時間切るぐらいの感じです。5時間は分からんで、それぐらいの時とか全然分からん。初心者の一番最初の目標ぐらいですね。So he can run the full marathon takes 5 hours. Oh my gosh, that's really quick. Wow. Do you know the marathon? Yeah, we have the same marathon in England. Yeah. Full marathon. Maybe yours is shorter though, because I think it takes runners like 10 hours to run. Really? Yeah, there might be a different length. Ah, the marathon is much longer than the ultra marathon. 100km. So it's about 40km. 100km. Salomako, right? 100km marathon. Yeah. So that's it. Yeah. 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 Yeah.はい、大逆転の夏。はい、大逆転の夏というところで、夏期講習、もう第1ターンは始まっていますが、第2ターン8月4日から8月13日で、第3ターンが8月19日から8月27日ということで、ちょっとまだ申し込みを忘れてしまったとか、ちょっとこれからもっと頑張りたいという方はですね、今からでも間に合いますので、ぜひ一度お問い合わせいただいて、夏休みにグッとレベルアップしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。詳しくはホームページで、はい、石よみこと検索ください。はい、では今日もありがとうございます。どうも、バイバーイ。Thank you, bye bye.